吉田秀彦は、日本の男性柔道家、総合格闘家、愛知県大府市出身。1992年、バルセロナオリンピック柔道男子 78kg 球金メダリスト、柔道7段。現在は、吉田道場師範、パーク24柔道部監督、大府西中学校行動学者入門、世田谷区立鶴巻中学校、世田谷学園高校明治大学、 その間、戦歴は1984年全中準優勝、1987年、インターハイ優勝、1987、1988年、全日本ジュニア優勝、1988、1990年世界、学生選手権優勝など、1991年から1997年まで、新日鉄に所属。 1992年バルセロナオリンピックで予選から決勝まで全て一本勝ちを収め金メダルを獲得した。1997年から2002年まで母校、明治大学の柔道部の監督を務める傍ら2000年にはシドニーオリンピックに出場したが3回戦で対戦相手の投げを手をついて耐えた際に右肘関節脱球の怪我を追い敗退、同時に 敗者復活戦は、不戦敗となった。2002年、全日本柔道選手権への出場を最後に、第一戦から退き、自らの道場である、吉田道場を設立、師範を務めている。また、同年にゴールデンハート賞を受賞した。2002年8月28日、プロ格闘家デビューとなるダイナマイトで、ホイス・グレーシーとレフェリーストップなしの、 ジャケットマッチ特別ルールで対戦。吉田が袖車締めの形に入った際に落ちたとアピールし、レフェリーストップのないルールであったがレフェリーが試合をストップした。ホイスはすぐに立ち上がり、落ちていないとも抗議し、レフェリーを突き飛ばすなど激行。ホイス陣営は、レフェリーに試合を止める権利はないはずであり、ノーコンテストであると抗議。結局、判定が覆ることはなかった。 2002年11月24日、プロ総合格闘技デビュー並びにプライドデビューとなる、プライド23でドンフライと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2002年12月31日、猪木ボンバイエ2002で、佐竹正明の引退試合の相手を務め、フロントネックロックで一本勝ち。2003年8月10日、プライドグランプリ2003開幕戦で行われた、 ミドル級グランプリの1回戦で、田村清氏と対戦。田村の左フック、ローキックなどでダメージを受けながらも、最後は、払い腰から、袖車締めで一本勝ち。田村のローキックで左膝にダメージを受け、試合後病院に直行した。2003年11月9日、プライドグランプリ2003決勝戦で行われた、ミドル級グランプリの準決勝で、 バンダレー・シューバーと初対戦。打撃でも、真っ向から攻め合い、グラウンドでは上になる場面もあったものの極めきれず、タイムアップ、判定負けとなった。2003年12月31日、プライドスペシャル男祭り2003で、ホイス・グレーシーと再戦。前回の対戦結果によりルールの徹底が図られた、中での対戦だった。前回と違い同義の上を脱いできたホイスに、 防戦一方となり、道義を掴まれた上に動きを封じられて、有効な攻撃が出せないまま時間が過ぎ、10分に R が終了。判定決着なしというルールにより引き分けに終わった。ものの、試合後のインタビューでは、息気承知する、吉田、決着がついたと歓喜のホイス、と、明暗が分かれた。2005年4月23日、プライドグランプリ2005開幕戦で行われた、 ミドル級グランプリの1回戦でバンダレーシューバと再戦し判定負けを喫した2006年7月1日プライド無差別級グランプリ2 0 0 6 n d ラウンドの2回戦でミルコ・クロコップと対戦し生涯初の TKO 負けを喫した2006年12月31日プライド男祭り2006ではジェームストンプソンと対戦柔道着を脱いで 試合に臨んだ吉田だったが、トンプソンの打撃ラッシュの前に TKO 負けを喫した。2008年3月5日、戦局旗揚げ戦戦局第一陣で、ジョシュ・バーネットと対戦。3R ヒールホールドにより一本負けを喫した。2009年1月4日、戦局のラン2009で、菊田さなと対戦し、判定負けを喫した。二千九年十二月十一日、 ダイナマイト、勇気の力2009で、石井里志デビュー戦の相手を務め、判定勝ちを収めた。2010年4月25日、吉田秀彦引退工業アストラにて、愛弟子、中村和弘を相手に引退試合を行い、0から3の判定負け。プロ格闘家引退から1年が経過し、全日本柔道連盟への指導者登録が可能になったことを受け、 2011年5月12日に時間、合駐車場経営で有名なパーク24の柔道部監督に就任した。なお2年後には、プロ格闘家から選手への復帰も可能になることから、本人は指導者としてだけでなく、現役選手としての復帰の可能性もしさ。実際に2013年に現役選手として再登録を行い、同年6月の全日本実業団対抗大会に、 出場して本格的に現役復帰した。ありがとうございます。